しいな。いいね。嬉しいな。そうだね。大丈夫？あ、よかった。気がついたのね。フォルクと薬草を積んでいたら、突然倒れてしまったのよ。大丈夫？頭を打ったりはしていないと思うけど。フォルクは使えそうな薬草を探しに行ってしまったわ。ううん、大丈夫よ。私が連れてくるから、ここで待っていて。気がついたのですね。今の悲鳴聞きましたか？きっとレーナです。心配です。探しに行きましょう。敵が現れましたね。僕は戦闘に…さて…回復した。レーナです。虫に囲まれています。フォルク、助けて。早くレーナを助けましょう。助けて。さて、
大したことなかったね。助けてくれてありがとう。この辺りの敵はあまり人間を襲わないはずなのですが。ええ、何かがおかしいわ。森の動物が騒いでいるし、自然発生の魔力も弱いのよ。行きましょう。そうそう、邪魔しないでほしいな。風の力よ。いい戦いだった。のカゴ。そんな。くっ。
ってきたのですか？フォルク、お願い、みんなを助けて。この後の怪我人の治療に備えて、僕はここで準備を。そんなのダメダメ、許しません。フォルクも戦って。やれやれ、仕方がない。覚悟を決めましょう。したら皆で追い込んでくれ。そのまま崖下に突き落とす。お前に頼みたいことがある。ここフォルカ村の東に祠があるのは知っているな。最深部に私のキャラバンを隠した。ここに持ってきてくれ。持ってこれたら全てを話そう。